回で3センチへこんだ。はい、皆さんこんにちは、タートルです。腹筋よりもお腹がへこむデッドバグっていうメニューがあるんですけども、これ実は首が弱い人とか足が上げられない人、こういった方にはなかなか腹筋効かないんですね。そこで今回は片足を持って行うので、体を起こしやすい、腰を丸めやすい、足が片足になってることによって、下腹弱い人でも足が持ち上がる、誰でも簡単にお腹をへこませるメニューになってます。腹筋メニューあるけど、なかなか腹筋効かないよって方は、背筋、大腰筋に問題があります。ここが硬いとどうしてもお腹を締める力が強くないと腰が丸くなりません。今回は安心してください。片足持つので誰でも腰が床につけられて腹筋に効かすことができます。全部20秒になってます。1種目でやめれば20秒で終わりますし、全部やってみようかなって方は一緒に頑張ってみてください。今日も一歩前進しましょう。まずはうつ伏せになります。スマホは顔の前に置いてもらって、まず腹筋前って腰を丸めたりするんですけども、腰をまず温めた方が腰が丸くなりやすいです。一度腰に力を入れることをしてから腹筋に入ります。うつ伏せの状態から手を横にね、伸ばします。このまま手で床を押す感じで上体をグッグッっていう感じで持ち上げます。腰に少し力を入れてください。20秒動きます。真似してください。スタート。こういう感じで。腰を支点に体を持ち上げて力を入れてください。はい、OK。今度は四つん這いから腰をグッと丸めることをします。いきましょう。スタート。お腹を引っ込めながらね、骨盤を立てる感じで。肩甲骨上げるんじゃなくって腰から下だけを動かしてるイメージです。はい、 OK。 それでは片足のデッドバグに入ります。右膝を曲げて左手でスマホを持ちます。右手ですねを持ってこのまま体をグッと起こして足を持ち上げる。これで20秒キープです。息を長く吐いて吸うときは一瞬です。これを意識して行ってください。スタート。ふーっと長く吐きながらどんどんお腹引っ込めます。膝抱えてね、しっかり腰丸めてください。床につくようにしっかり体を起こしてキープです。よし。はい、 OK。 反対足も一緒です。いきます。スタート。お腹がね、疲れてくるとだんだんね、お腹に効いてきますんで、1セット目はね、まずお腹を温める、腰を温めるぐらいのイメージで1セット目はついてきてください。はい、 OK。 よっしゃー。肘を少し曲げときます。肘少し曲げた分体を起こさなければいけません。これでいきましょう。いきます。スタート。肘を曲げて自分の腹筋を使って息長く吐きます。オーケー。いやー、効いてきましたね。さあ反対です。肘少し曲げていきましょう。スタート。頑張って。息はね、8秒ぐらい吐くイメージです。一瞬で。OK。 うわー、お腹のね、奥があったかい感じがしたらね、効いてます。今度はあんまり手を使わない感じ。これで体を起こします。一応持っとくけどあんまり力入れないようにしてください。それではいきます。スタート。軽く支えてるけども本当に離してるぐらい自分の体で、ね、起こします。あー、効く。疲れてきたらね、しっかり持ってもいいけどできればね、持ってないぐらいのイメージで。よし。あー、効いてる、効いてる。反対いきます。スタート。っちもあんまり持ってない感じです。一応持っとくけど自分の体でね、こうやって起こしてキープ。ああ効いてきた。うおー、お腹が引っ込んでいくよみんな。これはよし、ギャー。お腹がギューってなる。今度はこういう感じでね、肘伸ばして両足です。スタート。今度はね、手しっかり伸ばして腰を丸めるっていうだけ。その代わりお腹をね、しっかりグーって自分で引っ込めて、今度は腹筋使うよりもね、腰丸めるって感じです。 OK。 今度は今の感じでこうやって揺れます。腰しっかり丸めていきましょう。スタート。しっかりね、腰を丸めてください。この腰が丸まらないと腹筋にあんまり効きません。はい、OK。 うわー、ラストは40秒、手で持たないバージョン。このバージョンで20秒後に足を入れ替え、ラストいきましょう。それではいきます。スタート。最後なんでね、腹筋全部使い切りましょう。息長く吐いて、手はできるだけね、使わないように頑張って。足入れ替えて、グー。できれば手離しといてね。辛くなったらね、持ってもいいよ。あと少し。ぐわー、効いてきた。体しっかり起こして。だー、腹筋だー。お疲れ様でした。今回ね、片足持つことによって腰を丸められる、お腹に効かしやすくなる、足が半分の重さになるので、しっかりね、下腹も効きにくかった人も効かせられたと思います。頑張ってやったよって方、グッドボタンとコメントで教えてください。各種 SNS もやってますんで、説明欄から見てもらって、そっちもリンクのフォローをしておいてください。今回もご視聴ありがとうございました。